く覚えてきたっていうか、なんだろう、最近知った曲なんですけど、ちょっとあれ、マイク、こんなもんかな。ちょっと音がね、流れるか微妙なんで。すいません、時間かかってしまって。あ、これか、流れそうだな。じゃあちょっと本当に歌詞が覚えてるか微妙いので、ちょっと察してください。覚えてるかな、歌い出しなんだっけ。よしよしよし、じゃあ歌います。音これぐらいでいいかな。心慰めて
ってくれたりもありがとうございます。あれ次何歌うんだっけ。あ、次はね、初めて路上で歌う曲なんだけど、それ私秋葉ね4回ともやるつもりで、ちょっと秋葉仕様にしようと思ったんだけど、ちょっとね懐かしめの、あれ何しようとしたんだっけ、あ、スマホだ、懐かしめのボーカロ曲を歌おうと思って入れたんだけど、ちょっと水飲むね。本当に、おお、噛まないか不安なのと、息切れしないか不安なのと、歌詞出てくるか不安なんだけど、歌はね、めっちゃ好きな曲なんで、知ってる方いるかな。よく毎回曲説明するの忘れてるの。
習したんだけどな、ここめちゃくちゃ練習したんだけどな、やばい緊張すると、あもう本当に緊張してるんです、私緊張してるんです、伝えたいこのことをちょっと水飲みます、マジで喉渇く、なんだろう、みんなも水分取ってくださいね、めっちゃ取ってくれてるけどありがとうございます、ペンライトとかもありがとうあじゃあ3曲目どうしようかな、これ歌ったら一旦そう、あの10月2日に秋葉原でソロライブをさせていただくので、じゃそのチケットを売りたいと思っているので、はい、これが終わったらちょっと、はい、話すの下手だな、チケットを売ります、まあ多分最後の曲かな、だからではちょっともう一回歌ったことあるんで、もう全通してるツアーものとかは知ってる、もう聞いたって方もいると思うんですけど、花の夢を歌いたいと思います、どうなんだっけ、薄い髪で指を切って、赤い血が滲む、これこっちの刃で痛い指の先、赤痛い
あ、暑いね今日。じゃあ、え、あれ行き渡ったかな、ビラみたいなやつ行き渡ったかしら。持てない人、欲しい人、大丈夫かな。あ、ビラ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 、ソロライブ秋葉原グレースバリ、グレースバリすごい広いとこなんだけど、ちょっと不安なんだけど、あのそう、ソロライブのチケットを買いたい方はこう、あ、でも大丈夫かな、こう、あ、いけるかな、どうしようかな、どう思うみんな。なんかいい